好きな人がいること、あらすじ第1話。パティシエの桜井美咲、桐谷美玲は、一流ホテルの中途採用試験に、自作のウェディングケーキを持ち込んで披露する。しかし、面接官の評判は良くなく、結果は不採用。レストランで愚痴る美咲は、後輩の石川若葉、安部純子から、 ケーキを飾った人形のキス顔が唇を突き出しすぎだったからだと指摘される若葉はデートだと先に帰ってしまい残された美咲はトイレの個室に入ると悔しさがこみ上げる心を落ち着かせでようとすると鍵が開かず慌てふためくしばらくすると店員が探しに来た ドアをこじ開けた店員は、三崎の初恋の人、柴崎千秋、三浦翔平だった。千秋に近況を話す三崎は、一流ホテルのパティシエだが、今は、厨房が改装中で、休みだと嘘をつく。すると、千秋は、その間、湘南にある自分のレストランで、 住み込みで働かないか美咲を誘った湘南に着いた美咲が砂浜で写真を撮ってもらおうと相手を探すと一人のサーファー山崎賢人が現れたその男に強引にスマホを渡した美咲はジャンプの瞬間をとってもらおうとするが倒れてしまう波もかぶって ずぶ濡れの姿を撮影され、カチンと来たる美咲。だが、男は無愛想に去っていく。柴崎家に着いた美咲。すると、後ろから男に抱きつかれる。千秋と、期待する美咲だが別人。と馬野村周平と名乗る男は、千秋の弟で、 一緒に住むことになるというさらにそこには先ほどの海の男も柴崎家の次男で柴崎かなたといいレストランを支えるシェフだという美咲はこの3兄弟たちと共同生活をすることに。